2022年8月14日から8月20日。今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初は、バックパックヒーロー。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月16日、早期アクセス、定価、未定、ジャンル、ローグライク、日本語対応。アイテム管理が鍵になる、ローグライク。バックパックに詰め込む、アイテムの配置が、強さに大きく影響するため、アイテムの配置を考え、敵と戦い、バックパックを、さらに拡張せよ。デッキ構築の要素を、バックパックのスペースに、アイテムを配置するという形にしているのが、面白いですね。今後のアップデートで、街をアップグレードする要素も、実装予定のようです。2作品目。ファッションポリススクワット。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月16日、定価、未定、ジャンル、FPS、日本語に対応。おしゃれな都市にはびこる、ファッション犯罪に立ち向かう、レトロスタイルの、FPS。ファッション警察となって、ファッション犯罪者たちの、服装を正して、ファッションの、秩序を守れ。ゲームシステムは、オーソドックスな、レトロスタイルの FPS ですが、ダサい格好をした人を、銃や鞭で撃って、服装を正したり、仮釈放ファッションショーを行ったり、面白いですね。3作品目。キャケズンズル。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月17日、早期アクセス、定価、未定、ジャンル、コロニーシミュレーション、日本語に対応。擬人化された猫たちが暮らす、土地を開拓して、集落を作り、育てていく、コロニーシム。個性が異なる猫たちが、資源を集め、建物を作り、時には外敵と戦い、集落を発展させていく。見た目も個性も違う猫たちが、可愛いですね。リムワールドや、ザシムズに、影響を受けているとのことで、カジュアルな見た目ですが、過酷な世界かもしれません。4作品目。Way of the Hunter。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月17日、定価、5170円、ジャンル、シミュレーター、日本語対応。アメリカとヨーロッパの広大なオープンワールドを舞台とする、一人称視点の狩猟シム。動物たちの習性を忠実に再現した、大自然の中で腕前を存分に発揮し、没入感に浸れ。やはり、2017年に発売し、今も高い人気の、ザ・ハンター、コール・オブ・ザ・ワイルドが、最大のライバルになるかと思います。どんな差別化が図られているか、気になります。5作品目。ローラードローム。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月17日、定価、4180円、ジャンル、アクション TPS、日本語対応。流れるようなモーションと、激しいバトルが融合した、新たなスポーツで戦う、アクション TPS。トリックや、バレットタイムで、華麗に戦い、謎に包まれた巨大企業の、真の狙いを暴け。2014年より続く、人気のスケートボードアクション、オリオリシリーズの、開発元の、新作。棒立ち状態でも、エイムがままならない自分でも、プレイできるのか、気になります。6作品目。イコネイアイランド、アナースロックアドベンチャー。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月18日、早期アクセス、定価、未定、ジャンル、アクションアドベンチャー、日本語未対応。かつて世間から隠されていた、不思議な島を舞台とする、アクションアドベンチャー。島を探索して、資源を集めて、拠点を拡張し、海賊に捕まった生き物を解放して、この島の秘密を、解き明かせ。2018年発売の RPG、アースロックの開発元の新作。前作と共通の用語があり、前作と何か関連性があるのか気になります。開発元は現在、アースロック2も開発中です。7作品目。We are OSK。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月18日、定価、未定、ジャンル、アドベンチャー、日本語未対応。インディーポップバンド、OSK の物語を描く、5つのエピソードで構成される、インタラクティブアニメ。友達4人で、バンドを結成し、デビュー EP をリリースするまでの、物語。2016年に発売し、高い評価を得た、アクション RPG、ハイパーライトドリフターのゲームデザインを手掛けた、テディ BF 氏が、クリエイティブディレクターを務める、作品。8作品目。夏のかなた。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月18日、正式リリース、定価、基本プレイ無料、ジャンル、アドベンチャー、日本語対応。週末を迎えた世界を旅する、少女たちを描いた、テキストアドベンチャー。あなたは、偶然見つけた、古いコンピューターに導かれて、出会ったことのない少女と、通話をする。2021年に早期アクセスが開始された本作が正式リリース。正式リリースに合わせて待望の後半シナリオが追加され、少女たちがいる終末世界の真実が明らかとなるようです。9作品目。カーストプゴルフ。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月19日、定価、未定、ジャンル、アクションアドベンチャー、日本語対応。ゴルフとローグライクに、ひとひねり加えた、ワンショットたりとも無駄にできない、アクションアドベンチャー。不慮の事故で死んだ主人公が、現世に戻るため、トラップだらけのコースに、挑戦する。トラップだけじゃなく、規定打数以内でクリアできないと、最初に戻されたり、そもそも、正攻法では、規定打数でクリアできないコースがあったり、かなり難しそうですね。最後は、ジェネジア。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年8月19日、定価、未定、ジャンル、アクション RPG、日本語対応。テンポの良い戦闘と、複雑な生物兵器システムが特徴の、ソウルライクな三人称視点の、アクション RPG。半分カラスの主人公が、厄災の真実が眠る、失われた自身の記憶をたどる、旅をする。本作は、1対1での戦闘が基本となっており、一つ一つが、かなり厳しい戦闘のようです。また、主人公は、半分人間、半分カラスという存在で、ボスの能力を奪って、戦えるようです。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか？ご意見、ご感想をいただけると励みになります。また、気に入っていただけましたら登録をお願いします。それでは。